ここね、俺の畑じゃないんだけれども、このかぼちゃを見てほしいの。あ、ちょっとぐるっとするけれども、ね、ぐるっと。これずっとかぼちゃ、まだまだかぼちゃあるよ。ずっとぐる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 っとさ。ね、ほら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 、まだ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 。ね、まだ。まあちょっと、つるが出てるけれども、ちょっとまたいで。ほら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 、かぼちゃ、隣の草地まで来てるけれども、これかぼちゃ、全部かぼちゃ。ね、ほら、すごいでしょ、かぼちゃの、ね、密植具合がさ。で、葉っぱを見てもさ、ね、十分な大きさで、ガッパと、ね、かぼちゃが生えてるわけさ。で、ここね、まあ、畑ではあるんだけども、俺もね、知り合いの畑ではあるんだけれどもさ、実はここの部分、かぼちゃが植えてある部分、生えてる部分っていうのは、畑ではありません。これ何かっていうと、堆肥です。堆肥置き場。この辺の草を買って、稲わらをもらってきて、とか、なんか米ぬかとかをね、すごい積んでたらしいのよ。で、ほら、ひまわりも、あれ、咲いた後のやつをぶん投げておいたら、勝手に生えてきたりとか。で、そういう風にして、堆肥ができたところに、かぼちゃの種、食べた後の種を撒いたり、腐ったかぼちゃ、食べられないかぼちゃを投げておいたら、もうこういう風に、ね、ガバッと育つようになってしまったということなのね。だからこういう状況を見て知っているから、俺もね、かぼちゃはね、なんだっけ、窒素リン酸カリとかの三大栄養素じゃなくて、堆肥なんだと。ね、堆肥、むしろも堆肥置き場にも種をぶん投げて育ててしまった方が早いんじゃないかという結論になってるのね。まあそう簡単にはいかないんだけど、ここの人は相当ね、堆肥大きくずっと長くここでやってきたから、こういう風に大きく育ってるんだけれども、実あるのかな、どこにあるんだかわかんないけど、もう草むらになっちゃってて、秋になったら発掘するっていう感じだろうね。ちょっと見えないんだけれどもさ、多分中にはあると思うんだ。だから、かぼちゃをね、栽培するときっていうのは、そのさっき喋った窒素リン酸カリがうんぬんかんぬんじゃなくて、いかにこの堆肥ね、土作りだね、土作り、新鮮な堆肥かな、うん、分解したてのちょっと危ねえな、足元いっぱいつるあるからね、うん、こういう風にやること、堆肥をね、この辺の刈った草とかも集めて秋には入れて、来年またかぼちゃが出てきて、取り忘れたかぼちゃが腐って、それからまた芽が出てきて、こういう風になるっていう繰り返しで、いう風にできるのさ。堆肥置き場のかぼちゃってのはやっぱすごいんだよ。で、こういう姿をしてる人っていっぱいいるんだよね。やっぱりさ、堆肥置き場のかぼちゃにはかなわない、栽培してるよりはね。栽培してもまあうまくいくっちゃいくけどもね、こっちの方が楽だし元気だしいいと思うんだよね。ただ問題点としては、もう中に入れないじゃん。中がどうなってるかわからないっていう状況でさ、どうしていいか、俺も中見て見せたいんだけど見せられない。まあそれは仕方ないんだけどもね。この雌花だってでっかいしさ、今日咲いたんだな、これな。うん。ね、でかくてさ、雌花もでかくなってるぐらいだから、ほんとね、堆肥置き場を作って、そこにもう放置して、腐ったかぼちゃとか種、スーパーで買ってきた種でもいいんだよ。あのかぼちゃを取った時種取るじゃん。で、それ捨てるじゃん。それ捨てるんじゃなくて、ゴミに捨てるんじゃなくて、こういう堆肥置き場にぶん投げておけば、勝手になって取れるんで、本当にね、かぼちゃ栽培は、堆肥が命だと思うんで、この状況を見せたくて今日カメラを回してたっていうこと。だから窒素リン酸カリ、あんだかんだ、うんだかんだ、あんだこうだじゃなくて、かぼちゃはいかに堆肥をね、与えるか。しかも草堆肥、牛糞堆肥はここ入ってないから、そういう動物性のものじゃなくて、米ぬかとか稲わらとか刈り草とか、まあ、トマトの殻とか茎とか、お花の終わった後とか、そういうものをだけでこんだけなるということで、随分かぼちゃ取れるらしいんで、まあ、ただ本当にさっきも喋ったけど、欠点はね、どこに実があるか知りませんっていう状況なんで、まあ、ちゃんとこれでもね、ツルをね、整理して、誘引してあげれば結構よく育つとは思うんで、これを一つ型を一つ見て、かぼちゃ栽培のヒントになってくれたらいいなと思って動画にしました。本当に見事でさ、俺もこれを改めて見た時に、いやすげえなと思って、うん、あれ大きいのあったな、あった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 、ほら白いやつね、まだこれからだけれども、
これは大きくなれるね。多分中の方に行けばまたいろんな色形のものがあるんだろうけども、ね、植えたもの固定種っていうか勝手に交配したものだから形はね同じものではないけれども、いろんなものが取れてそれはそれで面白いんじゃないのっていう感じだね。ここにあるほらかぼちゃなんて多分これなんか細長いラグビー場のコリンキーとかそれ系になるのかな、うん、っていう感じはするしね。まあ、いろんなものができて取れるということで、まあ、こういう栽培の方法もあるんで、一切種も買わず植えもせず世話もせず、ちょっと伸びてきて邪魔だなったら先端を切ってあげるぐらいで、今日も奥さん来てたのかな、うん、ここ切ったばっかりの跡があるからさ、多分伸びてきたからここ切ってしまえと、これ以上伸びるなって、こっちの方も伸びてくるからこれ以上伸びてくれるなと切ってしまってね、そういう風にやってるんだろうけれども、まあ、こういう感じでもやる方法もあるんで、ね、堆肥の中には窒素とかリン酸とか、ね、カリウムとかそういうの考えてはいないよ、考えてないけれども、その草の腐熟した土だけでこれだけ育つんだと、これが堆肥の力だと、この力を畑の中に入れてやるっていうのが有機農法、自然農法、自然栽培、自然農とか、金ちゃんとか炭素循環農法とかそういうものになるんで、これこそがねやっぱ目指すべきところかなと思いますんで、皆さんもぜひね、まあ、あの堆肥置き場を作れる場所でつるが伸びてもいいような場所であれば、堆肥置き場にかぼちゃの種とか、食べた後食べない部分をそこにぶん投げて、栽培っていうか勝手に自生させてみて、で取り忘れたものはまた次の年の、ね、かぼちゃの苗になっていくということで、ただ制御期がなくなってくることもあるけれども、まあ切ってしまえば何も問題もないんで、ね、こっちまで来てるね、その辺が中心なんだけど、こっちまで伸びてきてるな、うん、この間この辺草買ったんだけどもさ、俺がね、うん、頼まれたから、まあ、こういう風に、なるということだから、このいかに草の力っていうか、草を入れることによって微生物、虫とかね、ちっちゃい虫、生き物、本当にウイルスとか菌類とかがいっぱいはびこって、その積み重ねでこういう風になると、ただただ時間はかかるけれどもね、一朝一夕に土ができてすぐ食べられる、取れる、収穫できるっていうことではないけれども、まあ、こういう風にできてくるんだよということ、一つこう先輩の畑なんで、自然農法の先輩の畑なんで、ちょっと場所借りて見させてもらいました。でここの畑の隣近くね、この場所、来年ちょっとお手伝いしながら使わせてもらうという方向で話は進んではいるんで、ここでもまた俺やるとは思うんで、まあ来年楽しみだなと。やる場所が増えて俺も忙しくはなるけれども、ここ30年ぐらい土作り、無農薬で土作りをしてきた場所だから、まあ楽しみだなとやりたいなとは思ってはいたんだよね、うん、まあ、とりあえずそういう感じでかぼちゃってのはこういう風に育てることもできるんだよっていうことね、覚えといてほしいなと思います。ぜひぜひ草をね敵にせず畑に入れて栽培してほしいと。堆肥そのものがもうねいい土となって、そこでこうやって勝手にかぼちゃが生えてしまうと、であとは取るだけっていう状況にまで持っていけるんで、時間はかかるけどね、こういう一つの成功事例っていうか、こういう風なやり方もあるんだよっていうことをみんなに見てほしくて今日は動画にしました。何か参考になれば幸いだと思っています。